旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のごっちです。今回は阿波市の王道といえる観光&グルメスポット7選をご紹介します。阿南市は四国の最東端に位置するし、風光明媚な地形に美しい海を生かした王道の観光スポットに加え、山海の幸に恵まれたグルメも楽しめる街です。一方、臨海部には工業地帯が広がり、豊かな自然と程よく調和した産業都市としても知られています。今回はそんな阿南市の王道となる観光&グルメスポットのご案内です。ただ、未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各地のスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に状況を確認しておきましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。旅行の達人。まずは阿波水郡遺跡です。阿波水郡遺跡は阿波水郡の本拠地となっていた阿南市の椿泊町を示しています。戦国時代から江戸時代にかけて活躍した森氏が率いたのが阿波水郡でした。森氏は古大名に匹敵するほどの昇格城を建築し、大阪の陣や朝鮮出兵にも参加して戦功を挙げました。現在では昇格城跡の石踏みや石垣跡、さらに曲がりくねった道路の造りなどから当時の名残が見られます。2代目森村春の時、藩主八須賀家政公からこの地を拝領し、鳴門の土佐泊城に移り住みました。阿波水郡の活躍は全国に鳴り響いていたそうですよ。また徳島藩の藩水郡として権力を握り、北海域の睨みを利かしました。続いては鴨田岬です。鴨田岬は四国の最東端となる岬です。灯台から見る眺望はまさに絶景で、晴れた日なら遠く大鳴門峡、淡路島、和歌山県まで望むことができます。海岸にはたくさんの大きな石が転がり、波に現れています。北寄りの砂浜はアカウミガメの上陸産卵地としても有名です。鴨田岬のシンボルになっているのが鴨田岬灯台です。大正13年1924年に建てられました。海抜およそ50メートルの高さに位置する灯台で、壮大な絶景を眺めることができます。どこまでも広がる水平線は感動ものですよ。灯台の他にも鯉の句が刻まれた句碑や、波と風をモチーフにしたハート型のモニュメントもあります。このハート型のモニュメントは恋愛成就のパワースポットとして近年注目されているそうです。岬の麓には四国最東端の温泉となる鴨田岬温泉もありますので、ゆっくり温泉に入りながら絶景も堪能できます。続いては牛木城址公園です。牛木城址公園は阿南市富岡町にある公園です。阿波細川氏の家人である新海氏の居城だった牛木城の城跡一帯が市民の憩いの場として整備されました。春には桜の名所としても知られていて、夜には LED が点灯され、キラキラドームという名のイルミネーションが毎日楽しめます。実は阿南市は LED 発祥の地としても有名で、光の街阿南として、夏と冬の季節にはイベントも開催されています。7月に開催される夏祭りでは、数十万個の LED で飾られたオブジェと阿波踊りとのコラボレーションで大いに盛り上がります。そして冬の季節の12月には LED で装飾されたクリスマスツリーの周りで様々なイベントが開催。イルミネーションを駆使したイベントは訪れる大勢の皆さんを楽しませています。続いてはお松大権現です。お松大権現は猫神さんと呼ばれて親しまれている阿南市の神社です。有馬鍋島の猫騒動とともに日本三大怪病伝説としても有名。勝負や願い事の神様として知られ、受験シーズンになると合格祈願の参詣客でにぎわいます。
江戸時代のこと。近くに住むお松が金の貸し借りの問題で無行がした非理非道な裁きに死を決して直訴し処刑されます。ところがお松の遺恨を知る愛病が妖怪変化となって無行の家などを代々祟り続けて主人であるお松の敵を討ったのです。後になって村人がお松を憐れんで祀ったのがお松権現になりました。お松大権現は境内に奉納された数多くの招き猫があることでも有名です。招き猫を1体お借りして1年間祈願し願い事が叶うとお借りした招き猫と一緒に新しい招き猫を奉納するそうです。この風習は昭和の初め頃に広まり今では1万体を超える招き猫がいると言われています。続いては阿波春仙酒場志野です。阿波春仙酒場志野は旬の地元の食材を使った料理が味わえる本格居酒屋です。阿南駅から歩いて3分ぐらいとアクセスも良く大きい提灯が目印。店内にはカウンター席と座敷が配置されています。地元の旬の食材を使った料理が楽しめる阿波春仙酒場志野、豊富な日本酒と一緒に味わえるお店です。地元の皆さんの間でも納得の味と評判になっていますのでぜひ立ち寄ってみてください。カウンター席もありますのでお一人様でも気軽に入れますよ。お店でおすすめするのはこだわりのだし巻き卵です。丁寧にこだわって焼き上げられただし巻き卵は定番の美味しさです。そして上身の湯引きも外せません。さっぱりコリコリが美味しいメニューです。さらにおすすめのメニューが鶏だし茶漬けです。締めに大人気、味わってくださいね。続いては大菩薩峠です。大菩薩峠はその変わった店名だけでなくツタに覆われたまるで廃墟のような外観のカフェです。このお店で驚くのはオーナー自らのセルフビルドで作られた建物なんですよ。地元では知らない人はいないというほどでレンガ造りの巨大な建造物となっています。坂を道なりに登るとそこに広がる空間はまさにラピュタの世界。一面レンガを敷き詰められた空間には草木に覆われた階段がありどこへともなく続いています。また別の階段を登るとさらに小さな広場に出るといったようにまるで迷宮に迷い込んだようでなんかワクワクしますね。落ち着いた店内は静かに読書をするにもグッドな居心地いい空間。オーナーのセルフビルドは建物だけでなくテーブル、椅子、カウンター、調度品に至るまで徹底しています。カフェのメニューはサンドイッチをはじめとするボリューミーな定食からコーヒーなどのドリンク類やスイーツ類も充実しています。カフェとしての満足度も高いんです。続いては光進丸です。光進丸はイザリの海で毎朝獲れた魚が直送され漁船の船長が作る海鮮料理店です。イザリ地区から車でおよそ1時間阿南方面に走ったところにあるお店です。毎朝漁に出るイザリの漁船光進丸で水揚げした魚をこのお店で食べられるんですよ。お魚をさばき美味しい料理を作ってくれるのが船長の黒兄ちゃんです。漁師が作る料理は豪快そのものでそのボリュームも定評がありランチタイムには多くのお客様でにぎわっています。店頭では鮮魚直売のコーナーもあって手作りの干物などが購入できますよ。ランチメニューは新鮮でボリューム満点で大人気。そして夜には魚を魚に一杯楽しめます。刺身、焼き物、鍋、一夜干しなどとにかく鮮度が違うんです。そして味が違います。本当に様々な美味しい一品が揃っていますのでお酒を片手に満喫してくださいね。今回は阿南市の王道となる観光&グルメスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。四国の最東端に位置する阿南市、現在世界に誇る LED の地場企業を有する町としても知られています。そしてアマチュア野球チームが多いこともあり光と野球がキーワードの町づくりに取り組んでいるのだとか。
そんな阿南市は素敵な観光スポットと美味しいグルメに出会える街です。次の旅の目的地に阿南市はいかがでしょう。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。